はい、はい、こんにちは、まーちゃんねるまーはーです。今日はこちらですね、はい、レゴスターウォーズマイクロファイターズのリパブリックガンシップと AT-AT です。はい、レゴスターウォーズマイクロファイターズがねシリーズ2が出ましたね。うん、うん、前ねシリーズ1ではいくつか作ってるね。うん、エイシン君も前ねスターデストロイヤー作ってるね。うん、うん、で今回はですね、この2つをですね、こっち AT-AT をパパが作ってリパブリックガンシップをエイシン君が作るということでやっていきたいと思います。うん、では早速作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらが、AT-AT ですね。うん、すっごい可愛いね。かわいい。うん、しかもねちゃんとね足これ動きますね。あ、本当だ。うん、立つこともできるんです。そうでね、すごいかわいいなと思ったのがこれね、こんな感じで押せばねしゃがむんだよしゃがめるの。これかわいくない？ね、これ立つこともできるんだよね。立つことはできるよ。これが一番高い位置かな。うん、うん、AT-AT はスターウォーズエピソード5に出てくるね、うん、あの雪のさ、うん、惑星ホスで、出てくるやつだね。そしてこれがエイシンくんが作ったリパブリックガンシップだね。うん、これは、エピソード2と3で出てくるかな。うん、ここにはクローントルーパーが乗ってますね。これもなかなかいいね。うん、かわいらしい。うんうん、よく特徴を捉えてるよまた。うん、頑張って作ったよ、ね、途中からちょっとパパもねお手伝いしたけどね。うん、なかなかいい感じですね。うん、はい、こんな感じですね。こちらに AT-AT ドライバーが乗ってますね。ヘルメット外れるようになってましてこんな顔です。顔がこんな感じで上下に動かせます。そしてこれがリパブリックガンシップですね。こんな感じ。そしてここに、クローンパイロット、クローントルーパーのパイロットが乗ってますね。ヘルメットを外すとこんな感じ。さっきの AT-AT ドライバーと同じ顔ですね。ふーんとふーんふーんとふーん、チューチューチューン。一応これ出せる。やられた。やられた。チューチューン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 。やっぱりこういう小さいタイプのレゴはさ、簡単に作れるからいいね。うん。はい、ということで今回はレゴスターウォーズマイクロファイターズシリーズ2のリパブリックガンシップと AT-AT でした。